ヤッシーの講和は、ロシア帝国とオスマン帝国の間で結ばれた条約である。1787年から始まった、ロト戦争の講和条約で、ロ歴1791年12月29日1792年1月9日に、モルダビアのヤッシーで調印された。エカチェリーナ女帝の愛人であった、グリゴリー・ポチョムキンロシア帝国は、 1768年から1774年まで続いた対トルコ戦争でオスマン帝国軍を相手に戦いを有利に進め1774年7月トルコとの間に旧畜カイナルジ条約を結んで国会沿岸地方への進出を果たしたこの条約によりクリミア半国に対するオスマン帝国の総主権は否定され一方のロシアは ボスポラス海峡の自由航行権を得た。ロシア帝国は、この後、ウクライナに近接する国会北岸地方の開拓を、急速に進めていったが、その中心となった人物は、女帝エカチェリーナ2世の長身で、女帝とは、愛人関係にあったグリゴリー・ポチョムキンであった。エカチェリーナ2世は、1775年に、ポチョムキンを、 ノボロシアと名付けた国会沿岸の県の県知事に任命し、同年4月、ロシアはトルコ側が条約に反したとして、これを口実にクリミア半島の領有を進めた。翌1776年、ポチョムキンは国会艦隊を編成し、クリミア半島の先端に防衛拠点として、また将来的な対外進出の基地として、 セバストポリの軍港建設に着手した。クリミア半島は、オスマン帝国の側からすれば、対ロシア攻撃の共闘補として、重大な役割を担ってきた要所であったが、これ以後は逆に、ロシアの南下政策にとって、不可欠の戦略拠点となった。一方で、エカチェリーナ2世は、1782年、ギリシア計画に基づいて、オーストリアのヨーゼフ2世との間に、 バルカン半島分割の秘密協定を結び、1783年、クリミア半国独立の名において、クリミア併合を宣言した。長年属国としてきたクリミアがロシアに支配される、ことを屈辱とする意見が強まった。オスマン帝国はこれを認めず、1787年4月に、ロシアに対して、戦線布告、ロト両国は、その後4年にわたって、 再び戦火を交えた。オーストリアも、ロシアとの協定に交応して、トルコ領に侵入した。この戦争で、オーストリア皇帝のヨーゼフ2世は、セルビア人たちに、オーストリア軍に加わるよう撃を飛ばし、数多くのセルビア人がトルコに対し武装放棄した。ロト戦争では、名称アレクサンドルスボーロフの指揮下、陸戦、海戦いずれにおいても、終始、 ロシア側が優位に立った。しかし、フランス革命の影響、軍隊の疲労、プロイセンのポーランド介入、オーストリアの戦争離脱による孤立化党により講和に傾いた。ロレキ1791年、フランスイギリス両国の干渉もあって、モルダビアのヤッシーにおいて講和会議が開かれた。ヤッシー講和条約でトルコからロシアへ活上された。 地域講和条約は、ロレキ1791年12月29日、当時は、オスマン島地下にあった、モルダビアのバルフイ川沿岸のヤッシーで結ばれた。ロシア側の代表は、当初ポチョムキンのはずであったが、1791年4月に、ポチョムキンが休止したためアレクサンドル・ベズボロドコ、公爵が全権を務めた。こうして、 オスマン帝国セリム3世のザドラザムであったユスフパシャとロシア代表ベズボロドコの間で講和が調印された。この条約では1783年に宣言されたクリミア半国のロシアへの併合が承認されエディサン地方のロシアへの割譲が決まった。これによりヨーロッパにおけるロシアトルコ両国の境界は従来より西のドニエストル側に移った。 ロシアは、かつて、ジョチウルスによって、広大なロシア平原の主要部を支配した、バトゥの末裔である、クリミア半国を併合したことにより、モスクワ大公国の時代から何世紀にも、渡って続いた、クリミアのタタールとの戦いを終結させ、国会北部沿岸全体の領有を果たした。エカチェリーナ2世は、ピョートル1世の失った地域の脱回に、成功したのである。 肥沃ではあるが、人口の希薄な、新ロシアには戦争以前から国内諸挙方からの逃亡農民の入植が進み、犯罪者の入植も行われていた。逃亡農民の入植には特に逃亡元の領主からの抗議や反対があったが、入植はそれを押し切る形で行われた。この地域は大国倉地帯として発展した。一方、トルコは、 国会の正解権を完全に失い、ロシアは国会での自由航行が可能となった。国会沿岸には1794年に建設された貿易都市オデッサをはじめとして、ヘルソンやニコラー・イエフなどの港湾都市が次々に建設された。1790年代における国会貿易は、ロシアの大外貿易全体の約2%を占めるに過ぎなかったが、 その後、急速な成長を示している。19世紀中央には、オデッサは、ヨーロッパ地域最大の穀物輸出港として、繁栄したが、その農産物の多くは、新ロシアにおいて生産されたものであった。ヤッシーコーアの後も、ロシアとトルコは、しばしば争ったが、多数の移民族を抱えるロシアの新規獲得地では、多くの住民が、ロシア帝国の支配に反発した。 ロシアは、この後も、グルジアの保護国家やブカレスト条約による、モルダビア広告領ベッサラビアの獲得など、地中海東部地域に進出した。なお、ヤッシー条約に先立って、オーストリアとオスマン帝国の間で、シストバ条約が結ばれたが、ここで、セルビア人は以前として、オスマン帝国の支配に留まることとなった。これは、後に、 セルビア放棄の要因の一つとなっている。東方問題に関しては、トルコに対するロシアの優位が決定的となって、ロシアのバルカン半島進出が顕著になる一方、ロシアの利害とオーストリアの利害が対立するようになり、両国の協調体制は崩れた。そのため、バルカン半島は、ポーランド分割のような状況にはならなかったのである。ありがとうございます。